限られた時間でいつもすごい緊張感があるかなって思ってます。だから
だって、絶対に優先とったり、それからまた、メイク。はい、ちょっとな最後悔しかったかもしれんけど、あけどやっぱり最後にあのリンクリーとかさすが3年生だなって思うっていうことに出てもらえたし、あなたがリンクリーとかすごい最後大事に大事な大会になったなと思います。ちょっとバタバタして最後に日本にも欲しかったなと思うけど、やっぱ前から当たられた時にね、結局バタバタしちゃうところを、まあ、先輩たちでも、まあ、疲れてくるとああやって運べないっていうのはね、あのアスバ戦もそうだったし、それをやっぱり次自分たちが持ってやらなきゃいけないなっていうのも知ってきたし、ただやっぱり今ね、先輩らと一緒にいた子ら、それ以外の人たちは今出れなかった人とか、こっちが出れなかった人たちはやっぱりまだ不安があって、とても高度に出せない。そこでは別に失敗しようが、失敗しないで成長していかないんだから、どんどん失敗すればいいんだけど、失敗すらその弱気な瞬間になっちゃうんですよ、みんなは。なので、まあ、ここまでこれからすごいいい練習させてもらったし、本当に3年生を使ったのかなと思ったし、私の去年もね、結局先輩ではいたけど、ここも6月の引退試合がもうもしかしたらあなたが見れる最後かなと思ったら、やっぱり3人が頑張ってやってくれるっていうし、なって勝負は試合に出て、やっぱり3人になるところで、ありがたかったし、やっぱり、ね、の最後までやってると、うまくなったなと、他なんかも本当にうまくなったと思うし、動かなかった途中より、ね、最後にやっぱり、生きたなっていう、いろんなことを思い出したので、2、3月よと思ったら、ただこれだけ頑張れたってことは、そんなとこなことには負けないし、受験なんか絶対にバスケットよりももっとあなたたちだったら楽にやっていけると思うんですよ、はい、またいつと後輩たちに伝えたいこととか伝えたいことはまたいつに伝えたいことで、はい、なんかたちもその見て学んだこと、一緒にやって学んだこと、今先輩からまた伝えてもらうことをしっかりとこれからも自分から力をしてください。最後まで、まさか高校でバスケするとは、高校までバスケするとは思ってなかったけど、最後までこうやって持って、出会えて、最後のバスケ生活のいい思い出でした。ありがとうございました。でも、辛かったけど、座ってほしかった。